ウーゴロ・ダジェガ・マルティネスは、コロンビア、バジェデル・カウカ県出身のサッカー選手。EC ・バイヤ所属。ポジションはフォワード。2004年に、コロンビアのデポルテス・キンディオで、プロキャリアをスタートさせた。2004年4月11日、デポルティ・ボカリ戦でプロ初ゴールを記録した。最初のシーズン13ゴールを記録した。2005年、デポルティ・ボカリに移籍した。 2006年、メキシコの CF モンテレーに移籍した。その後、CF アトラスに、レンタル移籍し、2007年に、クルブネカクサに移籍した。2009年1月26日、ウィガンアスレティック FC に移籍した。1月28日、リバプール FC 戦でデビューを果たした。5月9日、ウエストブロムウィッチアルビオニ FC 戦で、移籍後初ゴールを記録した。 2005年に U-20 コロンビア代表として南米ユース選手権に出場し11ゴールを決めチームの優勝に貢献し自身も得点王を獲得した 2005FIFA フフワールドユース選手権では1ゴールを記録したがチームは決勝トーナメント1回戦で敗退した A 代表としては2005年にベネズエラ代表戦でデビューをした コパアメリカ2007にも出場した。ありがとうございます。